こんにちはこんばんはおはようございます実況者春名館長改めガジェット春名館長ですよろしくお願いします、えー、今日はですねまあ皆さんにちょっとお伝えしておかなければいけないというかお伝えしないといけないなというニュースがありましてまあ、あえてね動画にしてやってありますまあ、ツイートでもね流れてたんですけどまあえてね動画にさせていただきたいと思ってます、えー、米アマゾンが米、えー、ブルセ ブルですねさ、まあ、最近ね日本でもブル製のスマートフォンってアマゾンで取り扱いが出たんですけども、えー、そのブル製のスマホのファームウェアにですね、えー、中国サーバーに無断で文字データなり、えー、テキストメッセージなり電話番号なり電話の履歴なり、えー、そういったものをすべて中国サーバーに送るという、えー、ことが発覚しました。でこれだけだだけったらまだ よかったんですで問題はですね、この、なんて言うんでしょう。えっとね、このファームウェアを作っているのが、えっ、ー、と、どこでしたっけ。このアダプスていうか、えっ、ー、と、ファームウェアがアダプスという感じかな。はい。アダプス製の、えー、ファームウェアを搭載していたと。で、 ブルーだけだったら問題はないんですけどもそうではなくて、まあ、ざっと簡単に説明をするとえーまあ皆さんおなじみファーウェイであったりえー皆さんおなじみハイセンスであったり皆さんおなじみ ZT であったりえーまあハイアールは多分ちょっとおなじみじゃないんだけども多分ねまあこういったね中華系のね やっぱり端末にこう搭載されているというお話がね非常に問題なんですよ。えー、これはなんでやっぱりね動画にしたかっていうと皆さん多分ね、ファーウェイ製とか ZT 製お持ちだと思うんですよ。ファーウェイ製の P なんとかとか ZT ブレイド、えー、E ホゲホゲとかそういうなスマホをね多分見るその多くのねガジェット ゲ系のユーチューバーの方々が宣伝して、まあ、それでね、やって、こう、購入したっていう方も多いと思われます。えーまあ、ですが、まあ、やっぱりここら辺は中国共産党だなというふうに私は思っていて、まあ、以前からね、ファーウェイとか ZTE とかには手をつけてなかったんです。絶対こういう問題が起こるんだろうなと思って。まあ、それはんでかっていうと、例えば、えー レノボの時を思い出してください。あれバックドア仕込まれてましたよね。以前。なので、えー、まあ絶対やってくるだろうなと思っていて。まあ、中国の企業って実質そんな全部ね、あの国営企業に等しいんで、絶対やるだろうなと思っていたら、まあ案の定やっぱりまたやってるなっていう話なんです。えー、まあここでね、まあ私がちょっと、なんていうのかな言いたいのが、 できるだけ、まあ確かに価格は安いです。ZT とかファーウェイとか。えー、こういうイランブルーとかね。Amazon で取り扱ってるブルーとかですね。安いです。安いんですけど、あのー、情報が抜き取られるっていうことは、ほん、か、覚悟して使ってください。としか言えないです。本当に。なんで、 あのー、そうだな別に情報を抜き取られてもいいよっていう方は別にいいんですけど、まあ、全てね、あのー、テキストは全て、あのー、送信されてしまうので,で答え番号もちゃんとね控えてあるし IMEI も、えー、そういったことも含めてですね情報がザダ,ダ漏れになるということをちゃんと意識していただきたいと思います、まあ、そしてですね えーまあ、私が、まあ、ちょっと言いたいのはですねやっぱり安かろう悪かろうなんですはいこれは言えると思います本当にまあ今さっきも言った中華系はすごく安いですうん安いからゆえにまああの多くのユ、えーチューバー取り扱いあると思います、まあ、なかなかねこう面と向かっては言い出せなかったんですけども やっぱりこれはね、昔から問題だと思ってました。はい。まあ、つい先日もね、まあ、実は生放送で、まあ、中華系のスマホはありえないっていう話をしていました。まあ、それは絶対バックドア仕込まれてるぞと、うん。何があってもおかしくはないということを、実は先日やったんですね。つい1日前に。はい。それでこれが出てきたんで、ああ、ですよねっていう感じでした。 はい、えー、っとですね、この、まあまあまあ、確かにね、聞いたことはあるんですよ、このアダプス性っていうのは。アダプス性っていうのはなんか、やってるんじゃねっていうのは、たまにね、聞いたことはあったんですけど、まあ、マジかみたいな。はい。あのー、なんて言うんでしょうね。これが発覚したのが、えー、っと、ブラックハットっていう、まあ、毎年ね、開催されてる、こう、ハックのイベントがあるんですよ。はい。 で、それで、えー、まあ、こう、露呈したというか、まあ、発表内容とかもね、見れるらしいんで、まあ、全部、現場英語ですけど、こうね、こう、to adapt and others。こういうふうに、まあ、全部英語で書かれているんですけども、まあ、ここでね、発表もなされているという、まあ、なかなかこう、 ね、まあどう言ったらいいのかなーうーん僕はその何て言うのかなその端末を持ってることを否定したら人格を否定してるだろうっていうふうに思われたくないんでちゃんとねそこら辺は、まあ、釈明しておきますけどファーウェイとか ZT 製の端末は絶対持つべきじゃないです僕はそう思ってますあとレノボの端末も持つべきではないと思ってます基本的に。 はい、やっぱりバックドア仕込まれてておかしくないんでもしくはその中華系の流れを組むスマホ、えー、例えば、えー、アメリカならアメリカのところが品質検査してるであったりとか日本だったら日本の企業が品質検査してるっていうのじゃなくてもう全部中国で品質検査まで一貫してやってるっていうところから出てるスマホは極力やめた方がいいと思います。はい 本当に情報すっぱ抜かれて泣きを見るのは自分なので。はい、まあ、安さにつられるのは分かります。分かります。はい。わかります。それは分かりますよ。分かるんですけど、でもいいのかっていう、本当に思います。うん。まあ、そうなんだよね。うん。まあ、あの、極力、 あのーまあ、僕はもともと中華製のスマホっていうのはあんまり好きではないっていうのもあるんですけども、まあ、情報を抜かれるっていう点でも、まああ,りまあ、ありえないなと思っていたのでまああえてちょっと言わせていただくと、えー、中華製のスマホにいいことはありません僕は多分、えー、これからも多分てかこれからもですね、まあ、皆さん多分この件を受けたとしても多分中華製のスマホを買う方は いらっしゃると思います、いっぱいいらっしゃると思うんですけどもあのー、僕は中華製のスマホは絶対買わないっていう宣言をここであえてしときます ZTE とかファ、えーウェイとか、えー、あと x i a o m i とか、えー、そこら辺のスマホは買わないことをここにちょっと誓っておこうかなと 思います、まあ極力ダメだよっていうのは、まあ、発信はしようと思いますなんかやっぱりうんちょっと僕もねちょっと脅威に思ってたんですこう YouTube 実況会というか YouTube ガジェット会でこうやっぱり中間性の端末がちょっとはびこりすぎてるなと思っていてそこはなんとか抑えたいなと思ってたんで まあね、こういう事実があった上でやっぱ考え直してくれる人もあ、まあ、現れると思うんで、まあ、一応良い機会になってるんじゃないかなと思います、まあ、そしてねツイッターだけではなくて、まあ、こういう動画っていう、ね、コンテンツを使って、まあ、ちょっと、えー、示していこうかなと思っております まあこれは結構やっぱ大事なことなのでねもう一度皆さんでねちょっと考えていただく材料として、まあ、あの動画として提供させていただきましたあの別にあのそれを持ってるから悪いって言ってるわけじゃなくて人格をね否定してるわけでもなくて危ないよとそれでもいいのかいっていうそれを問いたいだけなのでそこら辺はちょっと、えー、ご理解いただけるようよろしくお願いします、えー、ということで今回はですね えー、米アマゾンが米ブル製格安スマホ、えー、並びに FARWAYZTE ハ、えー、イア、えール、ハイセンスの、えー、スマホが、あ、じゃあ、えっと、まあ、米アマゾンがスマホを停止して並びに、えー、そういうファーウェイとか ZTE のスマホにも、えー、中国へ送信しているという,いう気配がありそうだというお話でした。じゃあ、えー また次回のね、パートでお会いしましょう。バイバーイ。